一着、ドウデュース、武豊騎手。ついにですね、嬉しいです。そんなに手のかからない馬なので、周りを見ながら乗れるかなと思って。道中のリズムも良かったですし、いいポジションに収まったと思いました。手応えよく直線に向けたので、あとは頑張ってくれという感じでした。セリフォスも強い馬ですから、なかなかしぶとかったですけど、ドウデュースが最後まで一生懸命走ってくれました。戻ってきた時にお客さんが大きな拍手をしてくれて嬉しかったです。僕自身 G1 も久しぶりなので、来週のホープフルステークスで G1 完全制覇をリーチ一発で決めたいです。竹さん、来たー。つえー。鳥肌立った。竹さんうますぎわろた。竹ここで来るのかよ。やっぱり持ってるな。キーファーズも初 G1 おめでとう。セリフォスは少しかかったな。馬券外れたけど竹さんが勝ったからちょっと嬉しい。G1 では用なしとか言ってすいません。完璧なレース運びだった。ワールドプレミア以来か。随分 G1 勝ってなかったんだな。あとはホープフルで G1 完全制覇か。ホープフル勝つ前にまた G1 増やされそう。竹さんは G1 になる前にホープフル勝ってるから。ドウデュース、早熟ハーツ3区じゃないといいけど。やっぱり武豊が勝つと盛り上がるな。ホープフルステークスが一気に楽しみになった。竹さんホープフルはアスクワイルドモアだよね。厳しいな。ジオグリフにちぎられた馬だし。